わーい、キティちゃんのパッと広がるコンビニだよ。ここから開けていくよ。こんなセットが入っていたよ。じゃん、これがキティちゃんのコンビニエンスストアだね。こんな感じでお店の外にキティちゃんがいるんだよ。そしてお店の中にはお客さんもいるんだね。じゃあここから入っていってみようかな。中はどんな感じになってるのかな。こんな感じでお店の中には商品がいっぱい並べられているんだよ。じゃーん、こんな感じで棚がいろいろあって、そしてこの商品をこうやって取り外して、このシールを貼っていってみるよ。まずはサンドイッチから。サンドイッチの形はこれ、この三角形の形をしたサンドイッチをこのシールを貼って完成させていくよ。次はポテト。ポテトはどれかな？これかな？ここにこうやって、よし、これでポテトも完成。そしてお弁当もあるよ。キティちゃんがこのご飯の上にいるんだね。お弁当はどれかな？これ、ここのところにこうやって、そしてオレンジジュースだよ。オレンジジュースはこれだね。こうやって、よし、これでオレンジジュースも完成だよ。そしてプリンもあるんだね。キティちゃんがスプーンを持って食べているんだね。プリンはこれかな。よし、そしてこの上のところにもこのシールだね。このプリンの絵がついたシール、この穴のところに合わせて、よし、今度はおにぎり、三角のおにぎりだよ。鮭の味なんだね。これもこうやって貼り付けて、よし。そしておでんの容器もこれでぐるぐると巻いていくよ。よし、これで完成。それからカゴにもこのシールを貼っていくよ。よし、これが買い物カゴだね。そしてここのスペースのところにこうやって両方の面に貼っていって、これで大丈夫だね。それじゃあどんどんと作っていくよ。おでんの看板はこれ、ここのところにこうやって合わせて貼っていって、そしてこれをここに立てていくんだよ。このおでんのところにはこの巾着袋、キティちゃんの顔の巾着袋だよ。これをここに置いて、そしてこのトングで取ってあげることもできるんだよ。それから棚には商品の名前を貼っていこうね。よし、この3つのシールを取って、一番上はポテトとおにぎりで、そして2番目がプリンとジュース、そして一番下がお弁当とサンドイッチだよ。よし、これでいいかな。それじゃあここのところにどんどんと置いていってみようかな。ここにおにぎりだよ。おにぎりの隣にポテトを置いて、そしてここのところにはジュースだね。その隣にはプリンと
さらにお弁当とサンドイッチを一番下のところに置いていく。よし、この棚はできて、もう一つはホットスナックを置く棚だよ。ホットスナックって書いたこの看板を作っていこうね。よし、この一番上のところにこうやって。よし、そして棚にはこの肉まんとアメリカンドッグのシールを貼っていくよ。こうやって。よし。そして、これがホットドッグ、アメリカンドッグだよ。キティちゃんの顔が描かれているね。これが肉まん。肉まんにもキティちゃんがいるんだね。そして、レジだよ、これが。レジにもシールを貼っていくよ。ここのところに。そして、こっちにも。そして、このキティちゃんの手がここに出ているんだね。で、レジを置く台を作っていこうね。まずは、ここに、おすすめをこうやって貼っていって、そして、お会計をする場所だよっていう看板だね。この看板をこっち側に貼っていくよ。よし、この台ができたら、このレジをここに置いて、それからレジの横にこのおでんの屋台を、よし、そしてこのおでんの容器を隣に置いていくよ。そしてこの容器の中にははんぺんのキティちゃんが入っているよ。お会計はカードでやるよ。よし、これでピッ。キティちゃんのコンビニでようこそ。楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうねー。